お疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様でした。さて、1学期最後のお弁当でございますけどもね、朝ごはんこんな感じ。いやー、長かった、ね。まだちょっとソーセージ乗ってないね。ソーセージまで今食べてる最中なんで乗ってないですけど、はい、朝ごはんこんな感じ。はい。ね、なんかあんまり一人食べなくなっちゃったんでね、1個減らしました。はい。そしてお弁当はこんな感じ。嫁ちゃん、ボリューミー、ますますオフ。ね、はい。こんな感じですよ、はい、あとはこんな感じ。最後、ラストね、ラストサマーベッド、こんな感じでございます、ね、はいはい、ね、こんな感じ、はい、はい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 、今日はね、スパゲティのね、丸め込む動画も撮りましたので、よかったらご覧ください。はい、お疲れ様でした。お弁当、また来学期、ありがとうございました。はい、
疲れ様でした。どうも。
はい、お疲れ様です。さて、今日の朝ごはんちょっと豪華ね、ハンバーグ乗っちゃった。いや、ハンバーグに乗っちゃったね。朝からハンバーグ、ありえない、うん、そしてお弁当こんな感じ。まあ、ちょっとごちゃごちゃしてますけど、まあ、まあよくよく見ると落ち着いた感じ、うん、まあ1品2品3品4品5品6品7品8品入ってますね。8品入ってハッピーハッピーなんつってね。はい、こんな感じよ。はい、ドン。いや、やっぱハンバーグに目玉焼きは迫力あるね。うん、さあ、そういうことでありがとうございました。またどうぞね、よろしく。過ぎず冷たすぎずというところでもほどほどの経済というところなんですけれども、まあ、定期インフレと緩やかな景気拡大というところだと思うんですよね。でこうなると結局先ほど
はい、お疲れ様様。おはよう、おはよう。ああ、つらい。ね。今日の朝ごはん、あら、豪華。ね、チーズハンバーグと目玉焼き。ね、こんなモーニング、ガストでも出ないんじゃない？はい、お弁当。お嫁ちゃんの。ね。男子学生よりも多いよね。これ、これ男子学生の、これね、量ね。これ、唐揚げとトマトとミートボールが1個ずつ多いっていうですね。これ全部食べてくるんで、はい、そりゃ太りますわな、これ。男子学生の 1.5 倍ぐらいありますよね、これね。余ったもん詰め込む感じ。さあ。男子学生はこんな感じです。むしろ男子学生の方が食が細い。やったぜ。はい、あー面白い。こんな感じ、ね、はい、ね、ご満足いただけますでしょうかね。はいはい、はい、こんな感じです。もう一回舐めるか。ブーンブーンブーン。あー12個も作ったぞ。はい、今日の朝の分終わりです。やった、夕方まで何もないということで、お疲れ様でした。またね。
はい、お疲れ様です。おはよう、おはよう。今日の弁当こんな感じ。うん、いやー、黄色がね、卵以外にあったね。たくあんという、たくあんというこの作戦ね。こう黄色、いやー、たくあんがあったか。まあ残ってくると思いますけどね。まあできれば、まあ卵も残ってくるからしょうがないか。よし、これでいこう。お疲れちゃん。続きまして、朝ごはん。はい、お疲れ、お疲れ。朝ごはんこんな感じ。お漬物も入ってますよ。はい、少しこんな感じ。なんか今日クニ君のね、幼稚園はあれらしいですけど、ご飯だけ持ってきてという、なんか半分半分弁当みたいな感じですね。はい、よっ。こんなさ、朝生っぽくね。そんな感じです。お疲れ様でした。また今度。
はい、おはようございます。お疲れ様です。さあ今日のお弁当こんな感じ、はいはいはい、はい、エビチリの上にエビフライ、ね、新しいでしょ、ね、これもありなんじゃないかな思った、うん、はい、こんな感じです。今日は白飯です、ね、はい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 、よっ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 、くにくんの、ね、くにくんのこんな感じ、はい。さてこの次は朝ごはん、よろしくよろしく。はい、お疲れ様様、朝ごはんボリューミーだね、うん、ちょっと揚げ物がちょっと多いかもしれないけど、まあいけるでしょう。こうしようか、はい、こんな感じ。そしてお弁当は揃えるとこんな感じ、はい、はい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 、お疲れ様でした。またどうぞ。